春夫さんが戦後最初に大ヒットを記録した東京の花売る娘なんですよ。まあ、先ほどねご紹介しました源と先生とのコンビで生み出された花売り娘シリーズではあるんですけれど、この曲をですね少しこの意味合いが違うんですよ。当時瓦礫の東京にですね花売り娘なんていなかったんですよ。そうですよね、まあ、これは東京だけではなくてね地方ももちろん同じ状況なんですね。ただこの曲がヒットしたことでですね全国の人が、まあ、大空襲があった東京ではもう楽しそうに花を売ってる、そして暮らしてるというそういう娘さんがいるのかと希望を持ったわけですね。希望の歌だったんですね、まあ、その後実際に銀座の街角に花束を抱えた少女が現れて、戦後の銀座の名物になったそうなんです。この歌のおかげなんですね。そうなんですよね。すごい話です。やっぱりこの歌で日本を勇気づけたんですよね、今夜は布施明さんの歌唱でお届けいたします。はい、楽しみです。では参りましょう。お宝プレイバック岡春夫特集、続いてはこちらの曲をお聴きください。どうぞ。花を召しませ花を、どこか寂しい憂いを含む瞳いじらしいあの吠えくぼ、ああ東京の花売り娘。ジャズが流れホールの火影、花を召しませ花を、粋なジャンパーのアメリカ兵の影を追うような甘はい風、ああ東京の花売り娘。布施さんはね関東ね出身ですからね、元々が、だからもうもちろん声は出るんですけれど、と同時にね音楽的なこう何ですか知識も含めて、それに優れた方でして、だからあの瞬間的にハーモニーをつけられたりとか、そういうこともできるんですよ。そうですね、これねあの経験がないとねなかなかこの3度のハーモニーっていうのはね瞬間的にはつけにくいんですけどね、その音楽を聴いてスッとこうつけられるっていう、そういうね音楽性がある高い方なんですよ。貴重な方ですね。そうです、この番組ではテレビをご覧の皆様から感想やリクエストを随時募集しております。